女王より魔王討伐の命を受けた騎士金龍はトライダイア城を出てまずは勇者の神殿に向かう。そこには勇者の剣と盾揃いしとき魔界への扉開かれると書かれていた。関所を通りネイバルの村へ行きアイテムや装備を整える。ロンバル街道を抜けマイロンの町に到着した金龍は住民を苦しめる魔物を倒すためマイロンの谷へ向かう。ボスキングジョージを討伐した金龍はかつて勇者の仲間が使っていたという古びた盾をもらい受ける。アクアベラ湖を抜けアクアベラの町の鍛冶屋マリーに古びた盾を渡すとメラモンドの石を要求される。アクアベラ地底湖に向かった金龍はその奥でボスストーンコレクターと戦闘になり無事メラモンドを入手する。アクアベラに戻りマリーにメラモンドを渡すとマリーは古びた盾を修復。騎士金龍は勇者の盾を手に入れる。アクアベラ北の洞窟を抜けスノース地方へ出た金龍を待ち受けているものとは。ちなみに前回ここで全滅しました。はい、前回のね、全滅したこの雪原にね戻ってきました。なんとかねレベルを上げて今現在、レベル15ですね。15まで上げてきまして、もうすぐですね、もうすぐレベル16になるというところまでちょっとね上げてみたのいました。これでまだねこの雪原に挑んでみたいと思います。お、スノーマン、スノーフローズ、フローズ、おお、うわー、氷だ。29、でかい。これよし、クリティカル。やったね、これでレベル上がりますね。126、16に上がった。あ、フローズ、ちょうど覚えた。ここの敵には通用しなそうだけど。お、宝箱を開ける。偉そうだ。はい、ありがとうございます。ん、分かれ道、どっちだ。こいつにやられた前回。バリア。うわ、いいぞいいぞ。攻撃。31のダメージ。20のダメージ。33。よしよし、バリアのおかげでだいぶいい感じに戦えますね。よし。てん、てててん。こっちから行ってみるか。ハイポーション。はい。だそうだ。この先休憩小屋。スノースの小屋。ああ、よかった。ほう。ちょっとした村みたいな感じなのかな。行ってみましょう。トントン。ん？ん？人がいない。偉そうだ。ありがとうございます。これ自由に休める。眠る。やった。いやー、無料助かる。で、こっちは？お？なんだなんだこれ。転送の大魔石が光り輝いている。あ、移動できるやつだ。なるほどね。あ、やっぱり、あったあったあった。ヘイポーション。ってことは、つまり、ここを拠点にレベル上げをしなよってことなんですね。はい。洞窟が見えてきましたね。はい。じゃあ、新しいダンジョンにね、潜ってみますか。行くぞ。おお。氷の迷宮。おお、氷だ。そして、いましたね、今回も。はい。じゃあ、彼にね、会いに行きましょう。リンキーパンチ。はい。いや、僕はラビールだ。また会ったね。うんうん。こんなところまで来るなんて、君もなかなかすごい凡会しちゃったね。お前もだよ、本当に。本当に。魔物もかなり強くなってきて、いよいよ魔王に近づいてきた感じがするね。きっと魔王まで、あと少し、お互い頑張ろうね。うん、一緒に行こう。な。一緒に行こう。パーティーを組もう。僕はしばらくここでレベルを上げていくから気にせず先に行くといい。わははは、すぐに追いついてみせるさ。一緒にレベル上げよう。何やらちょっと立体的な場所ですね。どっちから行く？これはこっちかな。ファストペンギンじゃないの。ペンギンだ。フローズ。みんなフローズに使うんだな。ちょっと。
ぐ、ダメージがでかすぎる。うおお、怖っ。普通に打撃も強い。参ったな。強いじゃん。いけるか。いや。ヒーレス。あー、待って待って。危ない危ない危ない。ヒーレス。で、攻撃。強い強い。待て待て待て。やばいやばい。よし、クリティカル。はい。まあ、氷の迷宮っていう感じですから、ずっとこんな、ヒー。スカローリア、おー、なんだこいつ。なんだ。これはね、絶対物理でしょ。バリア。いや、お前もか。なんだと。しかし、バリアを使われたから、ファイヤーで。あ、やばい、溜められてる。ファイヤー、もう一回。うおー、痛い。ファイヤー。やばい、全然ダメージが当たらない。やばい、やばいぞ。ファイヤー。23。MP が。やばいやばい。やめてやめて。でー。はい。よしよし。ダメージがでかいな。え、強くない?はい。これミスと、じゃまずはバリア。はい。バリア。ぐっ。で、これで、フローズンが効くならまだいいんだよな。6。フローズン。43。あ、効くね。属性関係ないな、さては、このゲーム。じゃあ、思う存分、フローズンで。ほっ。よしよし。この方が早いけど、ちょっと MP 消費がまずいぞ。もう敵を、ああ、やばい。絶対やばいやつや。あー、息を吐いてくるんだろ、どうせ。レジストバリア。ドーン。で、攻撃は食らうけど、戦うしかない。いや、これが、反転してるはず。27。もうまだか。くっけー。うりゃー。どうや、どうや。ふぅ。倒した。お、下って。なるほど、こっから降りてきた感じですね。広い。生き残れない。ほい、もちろん。コインかーい。マジかい。あそこは多分、ゴールなのかなー。まあ、あそこ目指して頑張ってみましょう。これは、ボス戦の香りがするな。いろ?コインか。まあいいか。さて、なんか魔法陣ですよね。脱出用の魔法陣がある。これを使えば一瞬で地上に戻れそうだ。あ、そうなんだ。戻らない。なるほど。ってことは、やっぱり、あれが最後ですかね。はい。ついて、ついたぞ。え、おー、なんか出た、なんか出た。しまった。突然か。ミノタウルスが投げた。ミノタウルスさん。回復してない。MP が、まずいかもしれませんね。どうする?やるか。まず、多分物理だろう、こいつ。狂気で、バリア。どうする?こいつ、おぉ !2 機じゃねえか。いつまで50減ったぞ。ということは、レジストバリアも必要。強力レジ力30、うえぇ。レディストバリア、これ、防戦一方すぎない?フローズンかやっぱり。いげー。いげ。バリアがなくなった。じゃあバリア。にゃっほー。まずいまずいまずい。バリアー。で、レディストバリア、間に合わないじゃん、こんなん。どうすればいいの?ヒレス使っても、運ゲーだよ。ヒレス。やっぱり、ほら、もう、
連続分岐がない。ないので、レアソーダを使うしかない。分岐回復。で、バリアがないんだから攻撃を食らうと、いいバカじゃないの。なんだこれ。うん。あ、ダメだ。死んだ。強い。これは強いなぁ。次4分でしょ？もうちょっと戦うか。ほっ。うん、美味しいね。よし、レベル上がりました。ナイトパワーを覚えた。なんか、使えそうな感じしますよ。眠れる力を解き放つ。なんだ？わからん。わからんが、強そうだな。行くぜ！来た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 ！よー、行くし、行くぞ。フェジストップ、バリアが、あー、間に合わない。47って。はい、別バリア。で、次に、ナイトパワー使ってみますか。よくわかんないから。待って待って、もう、説明はない。とりあえずヒレです。やばいやばい。バリア使ってないのはきつい。じゃあ戦ってみるか。おりゃ！お、クリティカル。これはもしかして、クリティカルを放ちやすくなるとかかな。ヒレです。待て待て待て。ちょっと。ベースバリアがなくなった。やってみましょう。あ、やっぱり。必ずクリティカルだ。これ強いぞ。これで短期決戦をしろってことか。で、あ、ナイトパワーなくなった。オッケーオッケー。そういうことね。ナイトは分かった。ナイトは理解した。バリア。ダメだ、間に合わない。ダメだ。強いなぁ。やられてしもうと。バリア、レジストバリア、ヒールエース、ナイトパワーかなぁ。やってみるか。行くぜ。バリア、はい、バリア。いけ、ちょっと上手にか、なかなか当たんねえな。はい、はい。で、レジストバリア。にゃー。痛い。で、レジストバリア。次にバリアが切れるはずだけどナイトパワーを使う。いい、いい、いい。ナイトパワー。はい。で、見事そこ行きを防いで、バリアがなくなる。ここでバリアを使う？バリア、しかしこれだとすぐ、そうだね、レジストバリアだよね。ナイトパワーの意味がなくなっちゃうんだよな。ヒルエス、これを防ぐ。で、ヒルエス、ほっ、ローズン、これももういける。で、攻撃、ほっ、クロッカル、これも防ぐ。あ、なくなったか。ルー。バリアー。で、攻撃を防ぎたい。あんまり防げない。あー、すみません。ナイトパワー。頼むぜ。レジストバリアがなくなる。で、ここで、ハイポーション。でででででで。ダメか。ダメなのか。いや、やるね。ほっ。おっしゃー、やった。やった。やった。やったー。どんなもんですかーい。ああ、しんどかった。で、ドン。お？これは、あれですよね。神々しく輝く剣が刺さっている。神々しく回復剣を抜く。え、金龍は、剣を引き抜こうと思ったが、持ち物がいっぱいだったので、引き抜くのやめた。で、というわけで、改めて、回復剣を抜く。テトテトン。勇者の剣を手に入れた。やった。アクアソードが24。勇者の剣は、え ?45? 嘘でしょ？随分上がるね。はい。てれれれれー。
ときに勇者の剣と盾が揃いました。もう。はい、戻る。いいよね。OK。金龍は目を閉じて祈りを捧げた。にゃらにゃにゃん。スノース地方。これで移動するで、トライダイヤの城に戻りましょう。金龍は魔石に祈りを捧げた。トライダイヤ城、ただいまー。どうしましょう。とりあえずね、剣を盾も手に入れたので、王女様にね、謁見しに行きましょう。おひさー。はい。金龍はよく無事に戻りました。おお、それは勇者の剣。よくぞ手に入れました。その剣があれば、きっと魔王を倒すことができるでしょう。なんかくれ。なんかくれ。はい。姫結構、胸あるよね。はい。勇者の神殿に戻ってきました。お。先回りしてたか、お前。いやー、長かったね。とりあえずね、勇者の剣とね、盾を手に入れたので、これで、ここで一体何があるのか、そろそろね、なんか佳境に差し掛かっているような気がしますが、はい、とりあえずね、じゃあ、今回はここで、一旦休憩といたします。またよろしくお願いします。